こんにちは、ゆうてヴァンガード担当です。今回はりょうさんとシャーリーさんの対戦をお届けします。右手りょうさんが立ち風を、左シャーリーさんがバミューダを使用します。それでは対戦動画に移ります。はい、それではマリガン基準についてお聞きしていきたいのですが、では今回先行のりょうさんから、マリガン基準についてお聞きしていきたいと思います。僕は立ち風デッキなんで、まあ基本的にノーマルユニットは全部残すマリガンをするんですけど、まあ、今、マリガン前がトリガー4枚だったんで、まあ、それは戻して4チェーンですね。はい、ありがとうございます。では高校のシャーリーさんにもマリガン基準についてお聞きしていきたいと思います。ノーマルユニットを抱えたいのでトリガーまで戻して、ティルアはサブ V ですので、まあ、ちょっとこれじゃ戦えないなと思って戻しました。で2が2枚あったんですけど、これはなんかリーゼロってからの、アクアという動きも強く、さらにワンドローも一応見れますので、マリガンと実質変わってないので残します。はい、ありがとうございます。ではりょうさんのワンターン目について何かありますかね。ソニックのアラサレイトレックス、ロアバリア全部11引いてたんですけど、まあ、ソニックのアとラサレイトがセットで2ターン目に使えるんで、まあ、それはキープでロアバリアから乗って、で2ターン目の動きを強くするっていう形です。はい、ありがとうございます。ではターン移りまして、高校のシャーリーさんですね。何かこのターン意識することはありますか。本来だったらエリーに乗った方が強い。エリーに乗ってアタックヒットするとエリーを回収できるんで、エリーの方が強いんですけど、このデッキにソウルブラッツするカードが入ってないので、エリーに乗ってしまうとエリー回収してもそのエリーが墓地に落とせなくて、デッキ内のエリーが少なくなってしまうので、まあ、アウロラに乗って手札をよくしてます。はい、ありがとうございます。はい、で2-0ってコールしてトリガーが V ラに出てきた形ですかね。で D0 ってが被ってるので、立ち風も結構早いデッキなので、まあその速さに負けないようにこっちも D0 2枚目あったので出して殴ってます。はい、ありがとうございます。皆さん交換も全部受けていく形ですかね。そうですね、まあ、手札、かなり強くて、で、まあ、ここで、1点で止めてしまうと、ディロホパイロスの効果で CB1 使った後に、アンガーブレードの CB1 使いたいのに、横に攻撃されて点止めとかされるんで、まあ、ここはおとなしく2点受けてます。はい、ありがとうございます。はい、で両さんにターンが渡りました。この他何か意識することありますか。ディロフォパイロスから、アクロカントをコールして、で、まあ、手札にソニックノアがあるんで、これでゲージ3枚つけれる状態になってます。で、まあ、ほぼほぼこの、アクロカントの列はヒットするんで、ラサレイトレックスを退却してドローしてラサレイトのスキルでゲージのカードを回収すれば、まあ、実質タダで殴ってるような動きができます。はい、ありがとうございます。はい、このターンもしっかり3番していく形ですかね。そうですね、まあ、立ち風が、結構早いデッキで、まあ、3ターン目4ターン目で、まあ先行なんで今は4ターン目で勝ちたいっていう形で動いてるんですけど、殴れるうちに殴って、アンガーブレーダーに乗ってからは打点のでかい連番で、まあ、勝つっていう、まあ、そういう、ゲームプランで動いてます。はい、ありがとうございます。はい、ここでヒールがめくれて1点に戻ってますね。はい、シャーリーさんに1点入れられました。はい、シャーリーさんにターンが渡りますね。はい、このターン何か意識することありますか。このターンをちゃんと3とりあえずもう立ち壁の速度に追いつけるように3番を目指してますね。武装ゲージで手札をどんどん減らしていくので、減らしてそれを耐えてその少ない札のところに攻撃して勝つっていうのを目的としないで、ある程度点を詰めてないといけないと思ったので3番を心がけてます。はい、ありがとうございます。はい、ね、これでテキスト解決し終わってしっかりアタック仕返していく感じですね。
ちょっとコールするか悩んでる感じですかね。こう置かなかったんですけど、本来立ち風というデッキがドロートリガーが多く採用されている方が多いので、5000そのドロートリガー守られてしまうので、まあ G1 エリーを置いてブーストつけて1万要求で殴るべきでしたね。はいはい、これでアタック入ってますね。はい、りょうさんこのターンどうか守っていく感じね、なんですかね。そうですね、まあこのターン守って今要求値も低いんで、真ん中2万で止まって、で横はアントリで35、3万なので25要求になるんで、クリーがめくられたら困るんで、アクアを受けて残りは全部止めようと思っている形ですね。はい、ありがとうございます。ここでシャーリーさん、ヒールがめくれて一手に戻って、はい、2点に抑え切りました。はい、ここでりょうさんにターンが渡りますね。はい、何かこのターン意識することはありますか？そうですね、まあ、手札もそんな良くないんで、まあ、良くないわけではないんですけど、まあアンガーブレーダーのスキルで複数枚スタンドさせる動きは難しいので、まあ4ターン目に勝てるように武装ゲージを集約して、で、4パンしていこうかなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、アクセルサークルには、メガレックスですね。まあ、これはソニックノアがまたヒットするであろうって感じなので、まあ、メガレックスとソニックノアで出したカードを退却して手札に還元すれば、まあ、実質またタダで殴っているような動きが再現できます。はい、はい、アタックしていく感じですね。シャリさんこのターンは打点は結構抑えたい感じですかね。そうですね、このターンはアクロカント以外の要求が低いので、そこは全部守りたいなって考えてました。次のターンの攻撃は絶対高いので、そこを全部受けられるようにしたいなと思って守ってます。これで V のアタックですね。アクロカントがスタンドしました。結構アクロカント単体でもすごいパワーになってきてますね。そうですね、かなり4万近くパワー出てるんで、でまあアクロカントでとりあえず3点まで入れておけば、次のターンにアクロカントが2点入れてくれるであろうって感じなので、残ったユニットの攻撃回数で6点目が入るので、このターンに3ターン目入れば次のターンにもう勝てるかなって考えてます。はい、ありがとうございます。はい、ここでシャーリーさんのターンに移りまして、このターン何か意識することありますか？このターンは一応3点まで抑えられてたので、まあ、ヒールするかダメ取りで受けて、もしくは相手の動きが弱くてアクロカント以外が全然育ってない状態だったら耐えれそうだったので、このターン攻めて次のターンで勝つプランで考えてました。はい、はい、しっかり面を埋めてアタックしていく形ですね。はい、りょうさんは受けていく形ですかね。そうですね、まあ、手札に、ヒールトリガー2枚と、シールド3万のセンチネルがあるんで、まあ結構守れるんですけど、まあ2万5000要求だったので、まあここで3万シールド使うのは惜しいのと、あとこのあとアンジュのアタックで、まあ、ティールガーが出た時に、そこにトリガーが乗った時にそこを全部守りたいんで、まあ、初めは受けようかなって感じで動いてます。はい、でまあ止まるところは2万で守れたんで、まあ、そこだけ止めて、でまああとは受けようって感じですね。はい、
ありがとうございます。はい、ここで V のアタックに入ってテキスト入ってる感じですね。クリティカルがめくれましたね。ここは、すべてリアガードですかね。ダメ取りが乗ってしまうと、多く乗ってしまうと、まあなんか、要求が低くなって、せっかくの2パンを要求低くなってしまうのと、別にこの1パンでさえ取れば6点まで入るのと、あと4点止めておけば、そのヒールの受けが広がるので、全部リアに乗っけました。はい、ありがとうございます。でここで、リアが再スタンドしてアタックしていく感じですね。まあ本当はロアバリア残したいんですけど、ガード値なくて、まあ、切っちゃって、でまあ次のターンに、まあ、ガブレーダーサイノリからの、メガレックスを育てて、でまあアクロカントとメガレックスの連番で勝ちに行くガードの切り方をしています。はい、ありがとうございます。はい、りょうさんダメージ4点まで抑えてターン、りょうさんに移ります。このターン何か意識することありますか？CB の使い道がディロホパイロス、メガレックス、アンダーブレーダーって選択肢があるんですけど、CB さんがあるんで、このターンは、メガレックス2回起動のアクロカンテ1回使う動きを、します。で、まあ、ディロホパイロス使うと、まあ、ゲージ1枚多くなるんですけど、まあ、それよりもメガレックスで要求値高い2回攻撃をした方が、まあ要求値がでかくなるんで、そっちを優先します。はい、ありがとうございます。もうこのターンに決めに行く感じですね。そうですね、このターン決めに行って、まあ、あとはどうやってゲージをどこに乗せようかなっていう考えですね。でスミロドンに乗っけても、ダメ取りで止まってしまう上に、連動攻撃しづらくって、まあ、ちょっと今考えてるところなんですけど、まあ、結局メガレックスに全部集約して、パワーの高いメガレックスと、アクロカントで攻撃して、でメガレックスのスキルで、スミロドンを退却させるのが一番要求値高いかなっていう動きをしています。で、バミューダ側の、トリガーが、レネ、ドローセンチネルではなく、3万センチネルなので、まあ、パワー3万以上で3万要求以上作れれば、確実に手札を持っていけるんで、それを、目指しています。はい、ありがとうございます。はい、これでアタック入りました。シャーリーさん的には結構守るの厳しそうですかね。そうですね、もうダメ取りで期待って感じです。ダメ取り期待して守るしかないなって考えてますね。あと、はい、ある程度ノーマルユニットを残さないとアンジュでバウンス先がなくなってしまうのでですね。はい、ありがとうございます。はい、ここで V のテキストで、リアガード再スタンドですね。はい、ここでクリティカルトリックがめくれた感じですかね。6点目が入りまして、ゲーム終了となります。今回の勝利は、右手の立ち方を使ったりょうさんとなりました。ご視聴ありがとうございました。